皆さんこんにちは。今日は枕行の修羅場をくぐり抜けた女性芸能人10選について紹介していきます。10、杉田かおる。杉田かおるは日本の女優、タレント。結婚前本名橋本くん、所属事務所はオフィス PSC、 東京都新宿区出身。明星学園高等学校を中退、日本放送協会学園高等学校に入学し卒業。元女優で実業家の白戸真理はいとこにあたる。1972年に舞台春の坂道で子役としてデビュー。7歳児に初めてテレビドラマでセリフのある役をもらった。パパと呼ばないで、で橋本千春役を演じて天才師役と歌われる。1975年にはウルトラマンレオ第4クールに三山あゆみ役で出演。第31話にも別役でゲスト出演を果たす。杉田さんには枕行をしていたという噂がある。昭和の芸能界では枕行がグラビアアイドルの副業として扱われていたそうだ。具体的な名前は挙げられませんが、いくつかの女性が枕行をして成功し、今でも芸能界で活躍していると言われている。 9. 小泉京子。小泉京子は日本の俳優、歌手、執筆家、制作事務所株式会社あさって、代表取締役、プロデューサー。身長153センチメートル、血液型 O 型。アイドルとして松田聖子と中森明菜の2強に続いた存在であり、歌手として筒美京平、魔界の工事の作曲作品でヒットを連発した。1983年5月、髪をショートカットにイメージチェンジした5作目のシングル「真っ赤な女の子」がオリコン8位にランクイン。同曲は小泉初主演となったフジテレビ系列月曜ドラマランド枠単発ドラマ「あんみつ姫」の主題歌となり、高視聴率をマーク。小泉は一躍脚光を浴び、あんみつ姫はその後全3回にわたりシリーズ化された。1984年3月、旧作目シングル「渚の灰から人魚」にて初のオリコン週間チャート首位を獲得。売り上げは33万枚を超え、小泉は一躍トップアイドルの仲間入りを果たす。同年12月リリースのアルバム「セレブレーション」も40万枚近い売り上げを記録。年末には第35回 NHK 紅白歌合戦に初出場し、後半戦トップバッターを務め、その後第39回 NHK 紅白歌合戦まで5年連続出場を果たす。昔のタレントや所属事務所、枕行を当たり前にやっていたの？全く不自然なことではない。小泉京子は当然と思ってやってたと言われる。8. 広末涼子。広末涼子は日本の女優、本名広末涼子、高知県高知市出身。かつてはアイドル、歌手としても活動。1990年代後半に広末ブームを巻き起こし、ややボーイッシュな中性的イメージで当時のグラビア界を席巻した。個人事務所 R H 代表取締役社長。1996年、様々な CM に出演していたが、この年に出演した NTT ドコモポケベルの CM「広末涼子ポケベル始める」で一躍有名になる。1997年4月15日、竹内まりやプロデュースによる「マジで恋する5秒前」で歌手デビューし、約60万枚のヒットを記録。続く岡本麻世プロデュースのセカンドシングル「大好き」はオリコン1位を獲得。12月31日第48回 NHK 紅白歌合戦に初出場し「大好き」を歌った。1998年10月10日、銀河の約束で初舞台。広末さんは一時枕依存症とも言われたり、ある俳優と交際中に薬漬けになったなど過激な噂が絶えない。これらは皆悪質なデマらしいですが、以前俳優の中尾彬さんが広末さんを食事に誘った時、広末さんは「今生理中でできないのですが、それでもいいですか?」と聞いたという話がある。これが本当なら枕に慣れている感じがしてしまう。7個堺典子。堺典子は日本の女優、歌手、サンミュージックプロダクションオフィスニグンニーバに所属した後、個人事務所株式会社スマイルを設立し所属。愛称はノリピー。堀越高等学校卒業、創造学園大学中退。キャッチコピーは「おキャンナレディ」。
1987年2月5日、ビクター音楽産業より男の子になりたいでアイドル歌手デビューし、オリコンチャート最高6位と幸先のいいスタートを切る。2月19日、TBS 系音楽番組ザ・ベスト10へも第10位に初ランクイン。同じく第9位でスターの浅香唯と2人一緒に当番組へ初出演を果たしている。1990年 NHK 大河ドラマ掛布が如くレギュラー出演。歌手としてだけでなく女優にも挑戦。1990年3月21日発売のベストアルバムシングルズ乗り子ベストでシングルアルバムを通じて初のオリコンチャート首位を獲得。物問題で騒がれ逃走の果てに逮捕された坂井乗り子。芸能界も干されたと思ってたのですが、なんと金スマにて復帰することが分かった。そんな坂井乗り子は実は金スマで復帰するために枕号をしたとのこと。6、華原朋美。華原朋美は日本の歌手、タレント。本名は下河原朋美、愛称はほーちゃん。東京都江東区生まれ、千葉県浦安市育ち。身長156センチメートル、体重49キログラム、血液型は O 型。1993年からさんまの何でもダービーでレギュラーアシスタントを務め、テレビ初出演を果たす。シングル Keep Your Safe で歌手デビュー。メディア出演はほとんどなかったものの、オリコンシングルチャート最高8位を記録し、5週連続トップ10入り。いきなり37万枚のヒットとなる。続く翌10月発売の2枚目のシングル I Believe が驚異的なロングセラーを記録し、オリコン最高4位を記録。同曲で年末の新人賞を総なめにした。1996年3月に3枚目のシングル愛一重陰陽粉プルストを発売。同3月25日付で前作 I Believe がミリオンセラーを達成し、デビューから半年足らずの新人としては異例の快挙となった。愛一重陰陽粉プルストも続いてミリオンセラーを記録。同曲で年間シングルチャート女性ソロアーティスト最高位の8位、年間カラオケリクエスト首位を獲得するなど、一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。華原朋美といえば、当時日本で最強の音楽プロデューサーでヒットメーカーだった小室哲哉さんの愛人マトポジションで一気にミリオンヒット歌手へと上り詰めたアーティストだ。元踊り時才能はあったものと見られますが、やはり愛人待ちな立場ということからデビューもスムーズだったと考えられている。その後小室哲哉さんとの別れなども報じられ、一時期はメディアから遠ざかっていた時期もあった。5、藤原紀香。藤原紀香は日本の女優、モデル、タレント。第24回ミス日本、兵庫県西宮市出身。西宮市立生瀬小学校、神話中学校、神話女子高等学校卒業。神戸神話女子大学文学部英米文学科卒業。夫は歌舞伎俳優の片岡愛之助。1993年東レキャンペーンガール、関西ローカル番組ナイトインナイトの枠内で放送されたクイズしんすけくんの初代アシスタントに1997年12月までの長期出演。1994年アサヒビールイメージガールとして活躍。2010年1月7日から29日日生劇場にてブロードウェイミュージカルの世界的名作キャバレーに主演、歌姫サリー・ボウルズ役。2009年から2011年まで輝く日本レコード大賞の司会を坂井正明と共に務める。藤原紀香と長谷川京子、この2人仕事につなげるため K-1 幹部関係者フィールズ社長室長らにホテトル並みの枕業があった。ある日都内某ホテルに呼ばれたのか、そこのホテルロビーにつながる地下通用口におのおの入る。藤原紀香と長谷川京子のセクシードレス写真をゲット。4、岡本夏樹。岡本夏樹は日本のタレント、レースクイーン、グラビアアイドルである。現在は芸能事務所には所属せずフリーランスとして活動している。高校卒業後静岡県のモデルクラブに所属し、ローカルモデルとして村上千夏の芸名でデビュー。地元のテレビ静岡で1986年4月からスタートした情報性番組情報交差点ルーに1年間レギュラー出演。この時に芸名を早川祐希
とした同番組を降板して1987年5月に上京し、所属事務所を変更、午後11時で全国デビュー、芸名も現在の岡本夏樹とした1989年オートバイ全日本選手権に青木信厚を擁して参戦する日清カップヌードルホンダレーシングチームのレースクイーンとなり、森高津義也は笑っていいともへの出演を機に本格的にタレント活動を始め、ハイレグ女王として広く知られるようになった岡本夏樹さんは、元踊り時グラビアアイドル、モデルとして活動をしていた現大御所セクシータレントですが、平成初期には枕業というのは平然とあったと語っている。そして自身も枕業で仕事をもらっていたと語っていますので、こちらは噂ではなくもはや事実。3. 宮沢りえ。宮沢りえは日本の女優、ファッションモデル、かつては歌手としても活動していた東京都練馬区出身。身長167センチメートル、血液型は B 型モース所属。女優として映画、舞台、テレビドラマなどに出演。日本人の母親とオランダ人の父親を持つハーフ。夫は森田剛。モデルとして11歳の頃にデビューし、ほどなくして雑誌週刊セブンティーンの表紙モデルとなった。1987年 CM 三井のリハウスの初代リハウスガール白鳥麗子役を務めて注目を集め、トップアイドルの一人となった。16歳の時にふんどしカレンダーや、18歳の時にはヘアヌード写真集サンタ FE などの奇抜な話題作た。毒親である宮沢りえさんの母親は、宮沢りえさんに枕業を強制させていたのではないかという名がある。宮沢りえさんは17歳の時にサンタ FE という写真集を出ており、おそらくここら辺から枕業をさせられていたのではないかと言われている。将来絶対にスターになると娘の才能を見抜くや否や、宮沢りえさんの母親はそれまでの放蕩ぶりから一転、強烈なステイ自ママへと変貌して宮沢りえさんを徹底的に支配し始める。 2. 戸明幸代。戸明幸代は日本の女優、東京市日本橋区出身。血液型は O 型、父は俳優の戸明久。所属事務所は株式会社アクターズセブン。日本放送のラジオ番組「いってらっしゃい」の初代パーソナリティ、国民の恋人と称された1971年の銀河ドラマ「ゼロの焦点」で日本放送作家協会女性演技賞受賞。1980年「震える下」でブルーリボン主演女優賞受賞。1985年「花一門目」で再び同賞を受賞する。1987年毎日映画コンクール女優主演賞受賞。1989年田中絹代賞受賞。日刊スポーツ映画大賞主演女優賞を受賞。2002年第27回菊田一夫演劇大賞。2003年紫綬褒章受賞。2004年第15回日本ジュエリーベストドレッサー賞受賞。2005年第26回松尾芸能賞大賞受賞。2014年、2013年度秋の旭日小綬章受賞。戸明幸代さんは魔性の女と呼ばれていたこともあり、年齢を重ねてもとても綺麗なので、若い頃は相当美人だったのだ。古西城秀樹さんと付き合っていたこともあったそうで、当時はかなり話題となった枕業がささやかれていたこともありますが、戸明さんの場合は実は若い男性芸能人を食う枕業を誘う側だと言われていた若い俳優さんと噂になることが多かったことから、このようにささやかれているようだ。 1. 工藤静香。工藤静香は日本の歌手、アーティスト、タレント、東京都出身。アイエリ名義で楽曲の作詞も行う。オリコン12年連続トップ10入り。2022年時点でシングル11曲オリコン1位獲得、アルバム4枚1位を獲得している。夫は俳優、歌手、タレントの木村拓哉。長女はフルート奏者、モデルのココミ。次女は作曲家、モデルのキー。1987年8月31日の夕焼けにゃんにゃん最終回放映日に発売となったシングル禁断のテレパシーでソロデビュー。オリコン週間1位を記録したおにゃんこクラブ、後ろ髪引かれたい、
そしてソロと3パターンで首位を獲得する珍しいパターンとなった。硬派でハードな雰囲気を持った。それまでとは全く違うタイプのアイドルとして一気にトップアイドルへと駆け上がった。10月フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねに出演、中山美穂と共演する。また夕焼けにゃんにゃんの5番組桃色学園都市宣言の月曜日、高田町工業高校電気館にレギュラーの女生徒役で出演する。工藤静香はデビュー当時おにゃんこクラブ出身で、その中での人気はトップではないにしろトップ3には入っていた。卒業後の息の長さではキムタクと結婚したこともありトップと言ってもいい。デビュー前にちょっと暗い枕業していたとしても、他に何人も付き合っていたとしても、あれくらい人気があるとキャンセルできるわけだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。大人のたしなみとして、仕事終わりや夕食に友人や職場の人とお酒を飲む人は多いのではないでしょうか。お酒に酔うと気分が良くなりますが、態度が変わる酒癖の悪い人がいると対応に困りますよね。芸能人でも酒癖の悪いと噂のある人って結構いるんです。今回は酒癖の悪い女性有名人8人をご紹介していきます。ご紹介する中には意外な人も出てくるので必見ですよ。1位長澤まさみ。映画やドラマで活躍している女優の長澤まさみさん。清純な役から硬派な役までこなす女優さんですが、酒癖の悪い女優さんとして有名です。酒癖が悪いというきっかけになったのが、2017年9月11日に放送された、しゃべくり007という番組でした。長澤まさみさんはゲストとして登場しましたが、飲み友達のドランクドラゴンの塚地武雅さんに、用途サラリーマンのおじさんの用途、暴露されてしまいます。まず、長澤まさみさんは酔い始めると、もうダメだ私は、全然うまくいかない、などと愚痴るそうです。お酒を飲み続けると、塚地武雅さんに自分の話ばっかりするからダメなんだよ、と。ダメ出しをするんだとか、同じ番組内でのスタッフのコメントも驚きの内容でした。メールは過剰書き。機嫌がいい時はラッパーになる。汗をかいた時、大汗かいたろうだよ、と、おじさん風のダジャレを言う。これには長澤まさみさん自身も苦笑いだったとか、可愛らしい長澤まさみさんが、ようとおじさんのようになるなんて意外ですよね。2016年9月30日に放送された、ダウンタウンナウに長澤まさみさんがゲスト出演した時の、宮川大輔さんのコメントも酒癖についてでした。飲み会を終えて同じ方向に帰宅予定だった。長澤まさみさんと宮川大輔さんは、一緒のタクシーに乗ったそうです。2位、北川景子。なりたい顔ランキングで常に上位となる女優の北川景子さん。スマートにお酒を飲むイメージの北川景子さんは、酒癖の悪い女性芸能人として有名でした。北川景子さんがゲスト出演した秘密の嵐ちゃんで、ドランクドラゴンの塚地武雅さんに、用途関西弁できつい言葉を言われる。酒癖のエピソードを暴露されています。塚地武雅さんは北川景子さんに、おい豚、何言うとんねん、と言われたそうです。兵庫県出身の北川景子さんは、普段標準語ですが用途関西弁になるんですね。北川景子さんはお酒に弱いらしく、用途吐いてしまうそうです。吐いた後にすっきりすると飲み始め、用途吐くを繰り返すんだとか、いくら北川景子さんでも、飲んでは吐くを繰り返されたらお店だって、要注意人物にしたくなりますよね。3位、夏菜。ワインエキスパートという資格を取得するほど、お酒が好きという女優の夏菜さん。お酒が好きな夏菜さんですが、どうやら酒癖は悪いようです。2018年5月12日に放送されたメレンゲの気持ちで、ゲスト出演した時に、お酒についての話題で盛り上がりました。飲酒が日課という夏菜さんは、MC の久本雅美さんに飲む量を聞かれ、
お酒を15から20杯飲む、と笑顔で答えています。酔ったままコンビニに行くそうですが、記憶はなくおにぎりやスナック菓子を大量に購入してしまうんだとか。お酒が好きなのはわかりますが、泥酔するほど飲むのは体に良くないですよね。酔った後に寝てしまうことがあるという夏菜さん。電車で帰る間に熟睡してしまい、埼玉県の山奥にある差扇駅のホームのベンチで寝ていることがあったんだとか、帰ってこないことを心配した両親に捜索願いを出されたお酒の失敗談を番組内で明かしていました。4位、浜崎あゆみ。酒好きで知られる歌手の浜崎あゆみさん。20代の頃、年齢分のワインを飲もうとしたら38本も空にしてしまったことがあったようです。この時の浜崎あゆみさんは4日間酔いが残っていたんだとか。アルコールが残りやすい浜崎あゆみさんはお酒で炎上したエピソードがあります。発端は2018年4月11日に浜崎あゆみさんがテキーラで2日酔いになったとツイッターとインスタグラムに投稿したことでした。浜崎あゆみさんは当時デビュー20周年ライブツアー中で、ライブの合間に行ったサプライズパーティーの出来事だったようです。投稿を見たファンから自制してほしいと心配や批判的なコメントがついてしまいます。次の公演が10日後の21日だったとはいえ、強いお酒は歌手である浜崎あゆみさんの喉に影響が出ることもあります。炎上したことでツイッターの投稿を削除し、インスタグラムの内容を変更する羽目に。その後、ファンクラブ向けのブログで釈明しますが、嘘ではないかと言われてしまいます。5位、和田アキ子。芸能界の中でも主語と言われる歌手の和田アキ子さんは、酒癖の悪い芸能人としても有名です。和田アキ子さんは用と誰にでも電話をかけて呼び出します。お笑い芸人のナインティナイン岡村隆史さんは、和田アキ子さんの電話呼び出しを受けた一人。番組のロケで群馬県の山中にいる時、和田さんから電話があり、断ると電話口に宙を無茶振りされたんだとか。岡村隆史さんは和田アキ子さんの自宅に呼び出されたこともあるそうで、泊まっていけと言われ、身の危険を感じたと笑い話をしていたそうです。電話で呼び出すほどたくさんの人と、賑やかに飲みたい和田アキ子さん。寂しがり屋なのかもしれませんが、呼び出される側の都合も考えないと迷惑になってしまいますね。6位、沢尻エリカ。芸能界を引退している元女優の沢尻エリカさん。サバサバとした性格の沢尻エリカさんは、酔うときつい言動が目立ち迷惑をかけていたようです。映画の打ち上げで酔った沢尻エリカさんが、ベテランの監督に、監督として二流と言い放ったと噂になりました。沢尻エリカさんにきつく言われた監督やスタッフで、飲み会を開いたというから、噂は本当なのかもしれません。友達の浴びるやささんとは、泥酔するまで飲む仲だったようです。高級ホテルのラウンジバーで、沢尻エリカさんと浴びるやささんが、高級ワインを飲んで大騒ぎしていたこともあったんだとか。7位、菊池亜美。アイドルグループ、アイドリングの元メンバーで、バラエティタレントとして活躍している菊池亜美さん。現在は一児のママですが、独身時代はお酒を飲むと自慢話をすることで有名だったようです。菊池亜美さんの自慢話は、お付き合いした男性についてで、自らの秘密を暴露していたようです。噂では、男性グループ系の O さんと S さんといった、有名芸能人について話していたんだとか。一時期、菊池亜美さんを見張っていると、J 事務所のタレントにぶつかると、週刊誌記者に言われるほどだったようです。芸能人同士で親密になる機会はあっても、酔っ払って暴露されてしまうのなんて危険すぎますね。最近は趣味としておチョコを集めているという菊池亜美さん。家族と子育て忙しい中も、心に余裕を持ってお酒をたしなむようになっているようですね。8位、前田敦子。AKB の元メンバーで女優の前田敦子さん。前田敦子さんは、酒癖のせいでフライデーにキャッチされた、お尻丸出し事件があります。
前田敦子さんが AKB を卒業したばかりの2012年9月、勝地涼さんと結婚する前に事件は起こりました。都内の麻布十番にあるカラオケ店で、前田敦子さんの卒業パーティーを兼ねた飲み会をしていたそうです。参加者は、前田敦子さん、大島優子さん、中川遥さんと、俳優の佐藤健さん、ミュージシャン、外国人の6人。大島優子さんが企画した飲み会は、所属事務所も公認していたものだったと言われています。飲み会は盛り上がり、前田敦子さんは強いお酒のテキーラを30杯ほど飲んで、泥酔してしまったんだそう。午前3時を過ぎた頃、前田敦子さんが突然泣きながら、もういい、一人で帰る、と部屋を飛び出したんだとか。飲み会はお開きになり、大島優子さんと中川遥さんは先に帰宅したそうです。部屋を飛び出した前田敦子さんが戻ってきて、非常階段の踊り場で佐藤健さんがなだめることに。その時の前田敦子さんは乱れた服に素足といういでたちで、アイドルと思えないほどだったそう。前田敦子さんは佐藤健さんの腕を掴んで、何かを伝えていたんだとか。実は前田敦子さん、佐藤健さんに気があったんだそうです。佐藤健さんは大島優子さんのファンで、飲み会で話が弾んでいた二人を見た前田敦子さんが、嫉妬してしまったんだとか。泥酔した前田敦子さんは、感情をストレートに出してしまったのかもしれませんね。なだめる佐藤健さんは、前田敦子さんをお姫様抱っこしてタクシーまで移動することに。泥酔した人を運ぶのって、ぐったりしているから思ったより大変なんです。佐藤健さんも一生懸命お姫様抱っこしているのですが、前田敦子さんのお尻は丸出しに。タクシーは前田敦子さんと佐藤健さんを乗せて、前田敦子さんの自宅へ出発します。前田敦子さんを自宅へ届けた佐藤健さんは、そのまま現場を後にしたようです。恋がうまくいかず、アイドルと思えない姿を見せた前田敦子さん。酒癖は直してほしいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。